すげえってなって俺と社長で超盛り上がり始めて、この間三重テレビの仕事、まあ、東京で撮ったんですけど、で終わった後うちの社長と一緒に帰る時に雨が降ってたんですね。で傘差しながら地下鉄の階段こう降りてく時に、うちの社長が「おう根津ちょっと前見てみろ」って前見たら、なんかサラリーマンが電話喋りながら傘差してそのまま地下鉄の方に下ってくわけですよ。ね、あの人いつまで傘差してんだろうなって話になって、あ、そういうのちょっと面白いじゃないですか。でね、行く方向も一緒だから、こう一緒にその後ろをつけていくような形になってたんですね。でもさすがに改札をくぐる時に気づくでしょうって話をしてて、そしたら改札つく前に電話を切ったんですね。で傘差したまま改札を抜けたんですよ、ね、すげえってなって俺と社長で超盛り上がり始めて、これはちょっと最後まで追いかけようぜって話になって、で、またホームに行くのにもう一個階段を下ってくとこだったんですよ。で、そこももちろん傘差しながらこう下ってって、で、電車待つのもずっと傘差して待ってるんですね。で、俺らその後ろで同じ電車に乗るあれだったから、あ、ちょうどいいや、この人の後ろにいようって話になって、でも何の疑問も持たずずっと傘差して電車待ってるんですよ。で、いよいよ地下鉄が来て乗る時に初めて気づいて、嘘だろって言ったんですよ。嘘じゃねえよ、お前がやったんだろっつって